心診療所チャンネル、精神疾患セルフチェック。今回はパニック障害とは目立つ特徴5つを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。有名人の公表もあり、知名度が上がってきているパニック障害、症状の強さの一方で標準的な治療は確立されているところがあります。今回はパニック障害とは目立つ特徴5つです。まずはパニック障害と似た用語、パニックとパニック障害は違うことがあります。パニック障害見ていくと、これは急に強い発作が出る精神疾患として知られています。最近は認知度は高まっているんですけれども、パニックの言葉が一人歩きしてしまうということも時としてあります。ご質問として、パニックになったらパニック障害ですかというご質問がありますが、基本的には直接は関係しないです。パニックから先に見ていくと、これは急に混乱などをする状態、これは個人のパニック、集団のパニックがあります。主には強いストレスへの反応としてこれが起こってきます。まあ、一見似たところもちょっとあるんですけれども、違う点もパニック発作とは多いというところがあります。パニック発作がパニックと違う点ですけれども、まずは直接のストレス反応ではないというところ、むしろ急に起こることが目立ちます。そして集団心理は関係なくて、あくまで個人の脳の中で生じるものになります。そして予期せず発生をして反復する場合は、特に脳の不調を想定するというところがあります。適応障害でのパニック発作でも確かにあります。ストレスからうつの症状以外にパニック発作が出ることもあります。ただこの場合、多くは適応障害があってパニック発作を合併している適応障害の診断になります。この場合は適応障害の治療、環境調整やったりストレスマネジメントを優先していくことになります。受診と対策のためのパニック障害の特徴は何でしょうか。続いてパニック障害の目立つ特徴5つです。標準的な治療が改善の鍵というところ、まずはパニック発作の反復、急な発作が特に平常で反復します。パニック発作の反復見ていきますと、急な心身の不調、パニック発作を繰り返します。電車などの閉所、閉じたところで起こることが多いです。人によっては重い場合は失神するなどもあって救急車を呼ぶケースもあります。パニック発作を見ていきますと、これ別名自律神経発作と言いまして、自律神経の中でも緊張を表す交感神経というところの急な興奮になります。強い不安や緊張という精神面の症状のほか、自律神経関係のさまざまな体の症状が出ます。1回だけであればストレスなどで1回だけ出るということはあり得るところです。交感神経とパニック発作を振り返りますと、交感神経は体のいろんな場所を調整する自律神経というところ、その中で緊張を司るものになります。パニック発作ではこの交感神経が非常に強まりまして、発作的に強い反応が出ます。その結果、心身の強い症状が出るということになります。パニック発作の精神症状を見ていきますけれども、急な強烈な緊張を背景にしたいろんな症状です。まずは強烈な緊張が出ます。そして強い不安も同時に出てきます。これは不安にとどまず恐怖、強烈な恐怖として体験されることも少なくないです。パニック発作の身体症状を見ていきますと、これは自律神経症状同様、人により様々な場所に出ることがあり得るところです。吐き気、めまいなどが出ることがあります。そして動悸であったり過呼吸が目立つ方がいらっしゃいます。人によってはしびれや急に寒くなる悪寒などが目立つ方がいらっしゃいます。他にも出る場合があります。これポイントは、発作を繰り返すのがパニック障害でのポイントです。パニック障害では似た状況で発作を繰り返す、1回だけじゃなくて繰り返すところがポイントです。これはただの反応ではないということを示唆するところになります。そして予期不安の影響というのは確かにあるんですけれども、一方でそれだけじゃなくて脳の不調というところを示唆します。これは治療法にも関係します。続いてが予期不安の発生、また起こるのではないかという不安が持続します。予期不安の発生見ていきますと、パニック発作は強烈な経験というところで印象が強く残ります。その結果、これまた発作が起きるんじゃないかという予期不安がどうしても発生します。そしてこの結果、逆に発作のリスクが増えてしまう、そして発作を避けるため回避ということをしてしまうなどの影響が出てきます。このパニック発作という経験ということを振り返ります。これは交感神経が強烈に強く反応した状態、これは強烈な恐怖を伴う経験とすごく似たところがあります。その結果、強く印象に残ることが言われて忘れることは非常に難しいです。その結果、
また発作が起きるんじゃないかという予期不安につながってしまいます。予期不安の影響というところを見ていきますと、まずは普段から緊張や不安が続いてしまうということがあります。そうするとリラックスが難しくなるので、むしろ緊張の発作、パニック発作のリスクは上がってしまって、普段から交感神経が優位になって体の不調、自律神経失調症的な不調が出やすくなってしまいます。そして人によってはそういう危険を思わせるリスクある場所を回避するということに至ります。続いてが回避、応急処置ですけれども慢性化すると逆効果です。回避を見ていきますと、これは発作予期不安の対策でリスクある場所を回避とすることがあります。ある種と応急処置としては一定の効果を見込むところがあります。ただし慢性的になると生活にいろいろ悪影響が出ます。回避の効果から見ていきますと、まずは発作の反復繰り返しを防ぐというところがあります。そして一時的な予期不安の改善というところがあります。なので急速に発作がどんどん悪化するのは、急速な悪循環を防ぐには回避は確かに有効です。ただし長期続けると悪影響があります。まず一つ目は苦手を克服できないというところ、電車を1年避けても1年後に電車に乗ったら発作が出てしまいます。そして似た場所にも予期不安が出て回避するということが出ることがしばしばあって、そうすると回避する場所がどんどん広がってしまいます。その結果活動できる範囲、行動範囲が次第に狭まってしまうことは少なくありません。回避が続いた時の生活の制限の例ですけれども、まずは電車に乗れない、初めは特急だけ乗れないのがだんだん普通の各駅停車も乗れなくなってしまうと、かなり制限が強くなります。そして仕事ができない、通勤ができないということもあるかもしれませんし、その他の理由もあり得るところです。もう一つは引きこもり、活動範囲がどんどん狭まった結果、外出自体ができなくなる場合があります。続いては主に抗うつ薬で治療、うつ病と類似のメカニズムがあります。主に抗うつ薬で治療を見ていきますと、主に抗うつ薬同様の抗うつ薬、うつ病同様の抗うつ薬 SSRI で治療します。パニック障害もうつ病と類似したセロトニンの不足というのが背景されるのが背景です。そして発作に対しての頓服ということで抗不安薬という別の薬を併用することがあります。抗うつ薬 SSRI を見ていきますと、これはセロトニンサイトリクム阻害薬といって脳のセロトニンを結果として増やすという薬になります。これはうつ病のほかパニック障害を含む各種の不安障害で使います。効くまで2から4週継続続ける必要がある薬でして、初期初めの頃のお腹の不調、副作用と急にやめた時の離脱症状には注意が必要です。抗うつ薬が必要な場面というのを見ていきますと、まずは発作の範囲や頻度が広い大きいという時、その前生活の影響が強いので抗うつ薬が必要です。そして生活への影響が強いという時、会社に行けないなど強い実害がある時はしっかり治療する必要があります。そして脱感さ、後で説明します、不安にならず脱感さがうまくいかない時、抗うつ薬で土台を作ることはいろいろな意味で必要です。抗不安薬を補助的に使うことがあります。これは即効性のあるベンゾチアゼピン系と言われる薬になります。依存のリスクには注意が必要なんだけども、一方で頓服といって調子悪い時に使うという薬としては有効になります。理想的にはある種のお守りとして持っておいて必要な時だけ使う、使わなければ一番いいというポジションがいいと思います。場合によっては漢方薬を使う場合があります。これは不安や緊張を和らげる生薬由来の薬になります。効果はゆっくりかつかなり弱いというのはあるんですけれども、安全に使えるのが強みです。相対的に弱めの症状であった場合には選択肢になるところです。漢方や頓服薬のみも期待できるという場面を見ていきますと、まずは発作の場面が限定的というとき、あとは生活への影響が限られているというとき、その場合は抗うつ薬が必要ではない場合もあります。もう一つは脱感性がうまくいく、薬を使わなくても慣らしていって改善が見込める場合は必ずしも抗うつ薬が必要ない場合もあります。続いてが脱感さを併用、不安を回避せずむしろ慣らすという方法です。脱感さを併用を見ていきますと、これは克服のために不安をあえて回避かわすことをしないでむしろ慣らしていくという方法になります。これ負担やリスクはあるため状態を見ながら段階的に行っていくことは大事です。そして抗うつ薬とはむしろ併用することが多いです。系統的脱感さほど正式には言います。不安な場面に対して徐々に慣らすことによって克服を図る方法になります。初めはかなり弱い、克服しやすいものから始めていって十分慣れてきたらだんだん負荷を増やしていくということをしていきます。
これ失敗してしまうと発作が起こって逆効果になってしまいますので、体調などを見ながら徐々にこれなら大丈夫という負荷でやっていくのが大事です。系統的脱観察は電車の例を見ていきますと、まずは例えば空いている電車を一駅とか負担の少ないところを始めます。十分慣れてきたら空いている電車時間を延ばして10分とか、こういうふうにやっていきます。それも大丈夫だったら今度はやや混んでる電車を10分とか、そういうふうに徐々に負担を増やしていきます。失敗や逆効果のため慎重にというところを見ていきます。だ急に混んでる電車に乗るとか強すぎる負担があると逆に発作が出てしまって、むしろ逆戻りしてしまう場合があります。なのでうまくいく範囲でやっていくと、かつ不調な時は発作が起こりやすくなりますので、まあ、負荷を減らすとかその日は見送るとか無理をしないことが大事です。そして頓服薬は必ず持っておいて、もし発作が危ないという場合はすぐ対応できるように前もって準備しておくことが大事です。抗うつ薬はむしろ併用というところを見ていきます。一見抗うつ薬とこういう慣らす方法はなんか対立するように見られがちですけれども、このアプローチが違うということは逆にあるので、むしろ併用することは可能です。そうすることの方がむしろ多いです。まずは抗うつ薬で不安の軽減を軽めにするということを土台として、難易度が下がった状態においてこの脱観察を併用してやっていくとうまくいきやすいです。今回は精神疾患セルフチェック、パニック障害とは目立つ特徴5つを見てきました。パニック障害は急な心身の不調、パニック発作を繰り返す不安障害でして、その目立つ特徴は次の5つです。まずはパニック発作の反復、続いてが予期不安の発生、3つ目が回避、4つ目が主に抗うつ薬で治療、5つ目が脱観察を併用になります。ストレスから起きるパニック発作は適応障害になりますので、これは適応障害に準じて対策していくことになります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。